こんにちは、トミーです。今日ご紹介する旅先グルメは大阪。たくさんの美味しいご飯をいただいてきましたので、いくつか紹介させていただきます。1軒目にご紹介する店は御殿場橋駅から歩くこと6分、予約必須の人気店です。この天満橋駅までは池袋から車で来まして、約7時間のドライブで喉がカラカラ。本日泊まるホテルに車は駐車したので、生ビール中528円飲みます。前菜はチョレギサラダで、塩上レバー焼き715円、超軽めに焼きます。醤油ダレにちょんちょん、生姜とネギを添えて、これを食べに来たと言っても過言ではありません。厚切りタン数量限定1848円。食べたらわかります、厚切りの理由が。丸新鮮78円、わさびたっぷりで。特選上ロース1595円、この肉はパンと一緒にいただきましょう。良い感じで焼けたロースはお店特製ダレからのオンザライス、この上ロース本当に美味しかった。それはそれは、お酒も進みます。特選上バラ1595円、このカルビは口の中に入れた瞬間旨味がじゅわーっと広がります。締めは辛口のこちら、ユッケジャンスープ小660円、具がたっぷり満量産、どれも本当にうまかったです。2軒目は谷町6丁目から、ここには朝食をいただきに来ました。朝8時台ですが、すでにこのラインナップ、モーニングセットスープ付き770円、パン3種にサラダ、クリーム煮とコーヒー、スープはジャガイモのポタージュ、サラダもたっぷりでコスパが高いですよね。このクリーム煮はパンに乗せていただきます。妻は店頭のパンを選んでコーヒーと一緒に、ここのコーヒーがこれまた美味しかったです。ホテルの朝食をつけずにここでいただいて大正解。3軒目は食べログの大阪ラーメンランキング第1位のお店、現在時刻は10時15分、開店前なのにすごい行列です。並んでいるとメニューが回ってきます。つけそば並味付け卵1900円、これ絶対にうまいやつ。妻は中華そば、麺は希少な小麦春豊か、漬け汁は魚介醤油ベース、甘みと酸味がちょうど良いバランスでした。つるつるのど越しがくつけ汁との相性抜群です。このチャーシュー見て、柔らかくて美味しい。つけ汁の中にはチャーシューがこんなにも入っています。いやー、この麺本当にうまいですね。この名古屋コチンの味玉も絶品でした。
4軒目は九難波の和菓子店へ。事前に予約したカフェへお邪魔します。こちらでは有名なあの和菓子をいただきます。飲み物は抹茶でお願いしました。香りが素晴らしい。炙りみたらし3本セット、バニラアイス付き1815円。甘い香りが。いただきます。ふわふわ食感おいしい。妻がいただいた餅あんドーナツも絶品でしたよ。残りましたこちらのみたらしあんはバニラアイスにたっぷりとかけていきます。甘じょっぱい味わいが最高でした。5軒目からわたこ焼きの美味しかったお店を3軒連続で紹介させてください。アメリカ村でたこ焼きといえばこちら。行列がすごいです。王道のソスマヨ10個550円。生地はふわとろ食感、ソスマヨ最強です。並ぶ理由わかりますね。大たこ入りたこ焼き8個890円。たこ焼き自体大きい、ずっしり感があります。熱い、とろとろ感が良いですね。レサワで流し込みます。大入り8個700円。まずは生ビール、4種の味が楽しめるスタイルです。外サク中ふわですごくうまいです。8軒目は回転寿司元祖のお店に。昭和33年に回転寿司を創設したのこちら、元禄寿司さん。瓶ビール630円、231円の高級皿から生き締めヒラメ、生サーモン、大阪といえばこれ、バッテラ143円。どれも安くて美味しいです。回転寿司でしかいただけないネタ、プリプリエビマヨ171円。ハイボール418円。美味しそうな軍艦が回ってきました。海鮮丼風軍艦143円。9軒目は心斎橋パルコより。お寿司の後にどうしてもクレープが食べたくなりまして、妻は期間限定の右側紅マドンナのクレープ、私は左側ミックスフルーツクレープ、いちごにマスクメロンバナナ、マンゴー、パイン、ブルーベリー、大阪マルトメのフルーツ最高でした。10軒目はうどんが美味しいお店。神福島駅から徒歩3分、
立ち醤油第750円。卓上の醤油をうどんへかけていきます。全粒粉入りの麺、いただきます。コシがあってもっちもち、すごくおいしい。すだち絞ります。醤油とすだち、うどん本来の味が楽しめます。11軒目は串カツ屋さんへ。新世界に来たら串カツですよね。天然エビに豚カツ、山芋に紅生姜など、夫婦揃って紅生姜が大好きなんです。うまい。妻は手前の角ハイボール、私はメガのジムビーム。この天然エビもめっちゃうまかったです。おかわりはうずらの卵に赤ウインナー。この赤ウインナーもお酒に合うこと間違いなし。12軒目はメダの魚介イタリアンへ。妻とゆっくり飲めるお店を梅田で探しまして、ここ梅田はアフさんをネットで予約。夫婦揃って生牡蠣が大好きなんです。盛り合わせをいただきましょう。一杯目はもちろん生ビールで乾杯。前菜はサーモンとエンダイブのサラダで、この周囲を囲むドレッシングが絶品。生牡蠣が来ると同時にこのスパークリングを。生牡蠣盛り合わせ6ピース3850円。長崎、佐賀、兵庫の生牡蠣、そして牡蠣専用スパークリングワイン。兵庫とスペイン、最高のペアリング。この長崎県小長井産の生牡蠣も美味しかったです。佐賀県いろは島産の牡蠣にはトリュフオイルを。このオイルが牡蠣のうまさを引き出します。メインはの黒毛和牛を赤ワインと一緒に。黒毛和牛の低温ロースト2409円。この粒マスタードでも、ソースでもすごく美味しかったです。合わせるのは赤ワイン。お店の雰囲気が良いと酒が進みますね。ガトーショコラジェラート759円。このデザートもめっちゃおすすめです。エンディングは妻が大好きなラーメン店で。小チャーシューに卵ラーメン1270円。東京にも鴨倉さんありますが、私たちが住んでいる池袋にはないんです。カムクラのラーメンが無性に食べたくなるんですよね。大阪の旅先グルメ動画はいかがでしたか。大阪は美味しいものばかりで、胃が何個あっても足りませんね。次回の旅先は沖縄を予定しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。